早くんですね。八王子市で、バンド活動をしています、ゆたかやと言います。アースクエアっていうバンドを今やっていて、そこでギターとあと作曲をやってます。普段の活動としては映画の曲作って提供したりとか、エフェクターラボのテーマ曲も今絶賛制作中でございます。あ、そうだ、はい、そのうちおそらく使われるかと思います。はい、この企画の作曲担当もやってください。はい、やってます。すげえよ、アースクエアのもう最近の飛ぶ鳥勢いというか、個人的な話だけど、アースクエアが発足して、はい、同じくらいの時に初めて会ったんだよね。そうですね、結成して1週間2週間うちぐらいに店長と知り合って、でそこからちょっともうズブズブの関係ズブズブ夜を越え裸の付き合いもした実際岩盤浴行きましたか。岩盤浴行ったね楽しそうだね。カオルさんとは店長からの紹介で、一番最初その僕らのバンドの曲のレコーディングをこのラクスタでしてもらってて、で一番最初そのレコーディングあの見学に来たいって言ってるギタリストがいるんだけどみたいな言われて、でどんな人が来るんやろってまだ全然一発目の曲やしすごい気になって、どんな怖い人が来るんだろうと思ったらこういう人が来てでも最初さ会った時さ、俺多分サングラスしてたしマスクしてたしさ帽子かぶっててさ完全にイカスイやつだってこんな感じでうん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 ってやってたもんね。なんかプロデューサーかなんかいや一番プロデューサーっぽいけど一番何もしないからカオルさんとも幾度とない濃厚な夜を越えお風呂にも行ってね、お風呂にも行ってすごい優しい人だなということが分かりましたどうすか今度イベントで来る高校生、ついこの間ギター持ったっていう子がいると思う。中井くん もう中学からずっとギターやっててっていうので、もうすごい現場で培ってきた知識だったりとかそういうものもあると思うんだけど、どんなことを体験してもらいたいとか。とにかく僕はもう本当自分の好きなように最初は弾いてて、好きな音というか好きなフレーズを弾きたい、いわゆる初期衝動みたいな、もうそれだけでひたすらずっと弾いてて、まずそこの楽しさっていうか、そういうものを自分でこう見つけていって、自分で掘り下げていってっていう、そのなんかきっかけみたいなものが作れたら一番いいかなと思います。そんな愉快な3人とともにこれからエフェクターラボ YouTube チャンネルとイベントとどんどん盛り上げていきますが、じゃあ最後になんか管理人からまとめの一言をお願いします。はい、あそうですね、最初にこう音楽を始めた時にどういう機材を買ったらいいんだろう、選んだらいいんだろうとか、どういう風にすればこのギタリストのこの音作りができるんだろうとかっていうのをずっとわからないままどうやったらいいんだってずっと悩み続けてやってきてて、なんかそこの一番最初のきっかけにエフェクターラボがこうなれたらなっていうのがあの一個あるのと、あとはそうだな、みんなでワイワイしながらっていうのはすごい楽しいので、みんながこう帰ってこれる場所っていうか、気軽にこう来れる場所っていうところにエフェクターラボがなっていけたらいいんじゃないかなっていうのは考えているので、皆さんぜひ参加してもらえたらと思います。それでは、はい、YouTube チャンネルと7月27日水曜日のイベントとよろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。和食系ギタリストのカオルと言います。7月の27の水曜日に第1回エフェクターラボっていう企画をこの今撮影している北野のラクスターっていうところで、この3人でこうワイワイしながらみんなで話したりとか、ギターを弾いたりとかいろいろやるので、ぜひ見に来てください。はい。